どうも、りょうです。ゼンです。今日は文化服装学院に通うパンクな学生にファッションインタビューをしていきたいと思います。その前にチャンネル登録と高評価、やってほしい動画などがありましたらコメントお願いします。では、どうぞ。仕事としてのファッションを志したきっかけは何ですか？子供の時にお母さんにいろんな服装とか着せられたことがきっかけです。憧れの人や影響を受けた人に、自分初期パンクが好きなんですけど、その初期パンクのピストルズというバンドがあって、でそのピストルズのベーシストにシルビジャスという人がいるんですけど、その人の生き方にめちゃめちゃ影響を受けます。最新のファッションの情報はどこから見ていますか？Pinterestっていうアプリあるんですけど、最新のトレンドって調べるとバーって情報が出てくるので、休日の過ごし方、趣味は？課題とかやってるとめっちゃ疲れちゃうんで、寝てるかパンク聞いてるか課題やってます。アルバイトは？アルバイトは忙しくてあんまできないんですけど、まあ、暇ができたら1日の派遣のアルバイトやってます。おすすめのアーティストの曲を教えてください。スローターザ・ドッグのシチュエーションという曲に最近めちゃめちゃハマってます。通っているサロンの様子は？キャットストリートにあるブルートマットのカズマさんに行ってもらってるんですけど、サブカルとかめっちゃ詳しいので、サブカル好きな人には行ってほしいです。おすすめの映画やゲーム、漫画、ファッション雑誌などがあれば教えてください。おすすめな映画になるんですけど、リリー・シュシュのすべてと告白っていう映画があって、雰囲気がめっちゃ重くて美しいので好きです。高校生活について文化に入って良かったところと辛いところを教えてください。良かったところはやっぱファッションを勉強するための環境がすごい充実してるところと、辛い点だとやっぱ一回休むと課題とか溜まってできないので、今はシャツ作ってるんですけど、その前に最初スカート作ったんですけど、それよりやることが多いので今苦戦してます。将来の夢や目標はありますか？将来は有名になりたいです。有名になるために今していることは？今フリーランスでモデルやってるんですけど、それでコミュニティを広げられるように頑張ってます。最後にそのことを宣伝したいことや告知がございましたらお願いします。インスタやってるのでよかったらチェックしてください。ありがとうございます。これもともと長いボンデージパンツなんですけど、夏っぽさを出したいので短く折って着てみました。トップスはどちらですか？トップスは下北の古着屋さんで買って、でズボンは竹下通りにあるジムシーンズというパンクショップで買って、靴はメリカリで買いました。ブランドはジョージコックスです。アクセサリーは自分知り合いにパンクロック好きなおじさんがいて、その人によくお世話になってめっちゃもらってます。普段コーディネートを組む時のこだわりがあるのを教えてください。初期パンクが好きで、そのジャンルに沿ってそれに合う髪型と服装をコーディネートしています。今一押しのブランドはありますか？アンダーカバーが好きです。どういうところが好きなんです
デザインと素材がめちゃめちゃ気に入ってます。一押しのショップがあるかもしれません。原宿にあるカウンシルフラットっていう UK ものとレアなものとか置いてあるので、すごく